はい、どうも佐久間優吾です。早速本日も人生に役立つ情報を配信していきます。教えることはできませんが、共に学んでいきましょう。本日のお題は、お久しぶりと言われて久しぶりではないとき、こちらのお題を今から読んでいきます。お久しぶりです。久々に人と会ったとき、よく聞かれる一言です。お久しぶりという挨拶は、前回会ったときから長い月日が経っているのが前提です。ところが、このお久しぶりという一言、現実では久々ではなくても言ったり言われたりすることがあります。例えば、行きつけのお店に入ったとき、店員からお久しぶりですと言われたとします。行きつけのお店なので、店員とも馴染みがあり、優しく声をかけてくれることがあるでしょう。ところが実際は久々ではありません。つい3日前に会ったばかりです。久しぶりと表現するには少し大げさと言えるでしょう。さて、ここでどんな返事をするのかです。そうですか、お久しぶりなのかな、3日前に会ったばかりですよ、感じたままを答えるのもいいですが、実際はどうでしょうか。少し会話の雰囲気が悪くなります。せっかく声をかけてくれた相手の言葉を否定することになるのです。なるので話が折れてしまいます。間違えた相手も恥ずかしく思い、困った顔をするでしょう。相手の一言を否定すると、そこで会話が止まってしまうのです。こういう時は、久々ではなくても、お久しぶりですねと相手の返事に合わせるのがポイントです。相手は口癖で言っているのかもしれません。仕事が忙しいせいで、3日ぶりが久しぶりに感じることもあるはずです。時間の経過の感じ方は人それぞれ。悪気があっても、挨拶しているわけではないのですから、話を折らず、相手の返事に合わせましょう。そうですね、お久しぶりですね、元気でしたか。天気の話や仕事の話など、どんどん会話が広がっていくでしょう。今日の格言。お久しぶりですと言われて、久しぶりでなくても、相手の返事に合わせる。なるほどね。時には相手に合わせることも大事ってことですか。今日も勉強になりました。ぜひ、チャンネル登録とコメントの方も、バンバン送ってください。お待ちしております。それでは今日はこの辺で、どうも。